はいどうも、おもちゃんねるんです。今回はこちら、妖怪ウォッチの妖怪メダル第3弾の再販分を7個と、こちらですね、妖怪メダルケースの04を買ってきたのでご紹介します。今回ね、第3弾が再販されたということで、僕ですね、前に第3弾売ってた時に全然ね、出くわすことがなくて、これ実際第3弾回すのが初めてだったんです。で、仕事帰りにね、ガチャガチャ屋さんに寄ったらたまたまあったんで、小銭の許す限り回してきました。それで小銭は結構持ってたんですけども、隣にあったね、メダルケースも欲しかったんで、 1,2,3,4,5,6,7 とメダルケースを今回回してきました。はい、では1個ずつ見ていきましょう。せーの、おりゃ。はい、これで丸見え。ロボニャン出ましたよ。結構いいの出ましたね。おりゃ、ロボニャンと、おお、キラキラ、かっこいいね。ロボニャン嬉しいな。やった、持ってなかったんでね、本当嬉しいです。1つ目ロボニャンです。それでは2つ目、デュンと、お、これはなんだい、なんだい、最高潮ですね。最高潮出ましたね。2つ目、よいしょ、おい、最高潮、うふー、お、これはなんだ、あ、ホロじゃないんか、ホロっぽく見えてる柄か、蝶の、ほうほうほう、これはこれでも綺麗か、いいね、うんうん。2つ目最高潮です。で、それでは3つ目、ドンと、お、これなんだ、あ、弁慶か、弁慶持ってるな、誰かにもらったような気がするわ。弁慶開けてみよう、とりあえず、おりゃ、よし、開かへん、開かへん、開かへん、開いた、どこ出てけへんよ。はい、弁慶来ました。これあるな、ちょっと探してみよう。あ、やっぱりね、持ってました、弁慶ね。絵柄は全く一緒かとね、今思ってまじまじと見てたらね、これ生産国違いますね。こう見てください、これ以前のやつ、これキョンカイじゃない、今回のやつね、今回のやつなんですけど、今回のがね、これね、生産国が、フィリピンってなってます。で、前に何かでいただいたやつかなが、チャイナってなってますね。中国ですね。あ、こんな違いあるんですね。初めて知りました、僕。よく見たら、何かメダルの質感がちょっと違いますね。今回のやつね、ちょっとなんか縦に筋が入ってるんですけども、前のやつはザラザラみたいな感じになってますね。ちょっとわかりにくいかな。なんとなくで、ね、わかっていただければいいと思いますけども、わかりますかね。こんな感じですね。まあ、とりあえず今回ね、フィリピン産の弁慶が出ました。それでは4つ目、ドンと、はい、ドンと来た、はい、何来た、おい、何来た、おい、何、見えないや、見えへんわ、なやこれ、お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 、なやこれ、バクか、ハクか、開けよう、うい、開いた、なんだこれ、これなんだ、お、ハクだね、ハクだね、ハワじゃないね、ハクだね、はい、ハク、バク、バクか、これおっさんになってるから、ね、見えへんのネジがね、ハクやね、うん、ハクでいいや、ハク。4つ目はハクでございます。ちなみにフィリピン産です。はい、5つ目、ドンと、おっ、なんだこれ、おい、袋ジジイね、袋ジジイだわ、よし、開けてみよう、おいしょ、おい、来た、5つ目、袋ジジイでございます。こちらもちなみにフィリピンですね。それでは6つ目、いいの来たよ、ドンと、おい、へい、来たよ、ほら見て、カゲオロチ、やったね、カゲオロチ出たね、おじゃ、おふふ、初カゲオロチでございます。やったー、嬉しいな、カゲオロチ、ホロのカゲオロチでございます。はい、こちらも皆さんご存知、フィリピン産でございます。はい、それでは7つ目ラスト、僕大好きなこいつ、デイッドを、見えなかった、メラメライオンでございます。よし、メラメライオンパクリ、おーほ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 ー、おー、かっこいい、かっこいい、キラキラ、メラメライオン、ラスト7枚目メラメライオンでございました。はい、ではさらっとおさらい。今回引きよかったね、ロボニャン、最高潮、弁慶、ハク、袋ジジイ、カゲオロチ、そしてメラメライオン。今回こんな感じの7枚が出てきました。続いてこちら、妖怪メタルケースの04です。
では開けてみましょう。04妖怪メダルケースね。妖怪メダルケースはね、結構ね、今まで出てきたねメダルが多いんで、まあ、ラインナップちょっとあんまり調べなくて買ったんですけども、何が出るんでしょうか。行ってみましょう。はい、パックリ、あ、こっちか、パックリポン、はい、開いた。あ、今回黄色やね、黄色のメダルケース。まあパッと見は今までの同じ形ですね。色違いです、黄色です。で、こちら肝心のメダルちゃんね、2枚入りですね。で、いつもの種族別に分けるシール。あ、今回ほら、カイマあるわ。カイマがついてる。今までのね、ケースにね、付属してたシールにはカイマはなかったんですけども、今回からはカイマがつきました。多分ね、前までね、つけてたらね、種族が増えたのバレちゃうから、今回からついたんでしょうね。これでカイマもしっかりとメダルケースにシールを貼って収納できるようになりました。メダルケースはまあ本当にいつもと同じような感じで、ちょっと黄色なんで分かりにくいと思うんですけども、柄も一緒ですね。で、中も開けると、はい、こんな感じで3枚 ×4 枚の12枚収納できるようになってます。今回付属のメダルのラインナップがこちらの5組。今回狙っていきたいのは、今ね、先ほどカゲオロチが出たばかりなんで、これはいらないですね。僕的には伏龍も持ってるしね、轟獅子もあったかな。で、龍神あるから、今回はこれしましょう。これ狙っていきましょう。コマスさんとキュン太郎を狙っていきましょう。まあ何が出てもね、結構嬉しかったりするんですけども、とりあえず行ってみます。では開封していきましょう。こんな時に限ってね、大概ね、影オロチかぶったりとかするんやね、俺ね。ではでは、この上のね、向かって上の方から行ってみましょうか。行くよ、行くよ。まあ1枚目出た時点で答え分からへんけどね。せーのー、こい。あー、やっぱりやんか。ほら、来た、影オロチ。はい、来たね、もうくそー。影おろし出てクソっていうやつもどうかと思うんですけども、はい、とりあえず影おろしです。ということは、相方はせーのーてんと、はい、こうですね、犬神でございます。相方犬神が出ました。で、今回ね、メダルケースの04ね、なんかね、狙ったかのように影おろしが出てきましてね、そしてその相方の犬神でした。今、おって思ったんですけど、影おろし実際ね、被ったと思ったら、これ被っていなかったの。なぜかというと、来たよ、中国産とフィリピン産。これはコレクターとしたらいいかもしれないね、この感じ。そしてちょっとね、印刷の品質も違ったりします。メダルの感じもちょっと違ったりしますね。ちょっと見比べてみてください。ほら、なんかね、この黒い部分のね、印刷のノリがね、違うんですよ。こっちはね、均一にテカテカだったのに対して、こちらのメダルケースの方は黒がね、ちょっとね、こう、わかりますか、反射の感じが違うでしょ。これどう表現したらいいかわかんないですけども、まあ見た感じで皆さんね、判断してみてくださいね。ほら、ちょっと違いますよね、印刷の品質が明らかにね。まあこんな感じの違いがあります。まあ、かぶったといえどもちょっと違うんで、まあこれは嬉しかったかな。うん、よしとしましょう。それではさらっと音声と QR コードを確認していきたいと思います。まずは影おろちから。影おろちの QR コードです。ふくろじじい、袋ジジイの QR コードです。ハク、ブリッジ召喚、ブリッジオレンジ友達フックワオキー、ハク、ハク、ハクの QR コードです。弁慶、弁慶の QR コードです。メラメライオン、魂召喚、
メラメライオンの QR コードです。最高潮ポカポカ召喚ポカポカなんだよが一丁やるか最高潮最高潮最高潮の QR コードです。ロボニャン犬の QR コードです。犬神不思議召喚不思議不思議不思議それだけを吐いてる犬神の QR コードです。はい、ということで今回は妖怪メダルケース04と妖怪メダル第3弾の再販分の開封レビューでした。今回は運よくガチャガチャの方は全く被りがなかったんですけども、まさか妖怪メダルケースを買ったところをカゲオロチが被るとは思いもしませんでした。ただキャラクター的には被ってはいますけども、生産国とかこのねメダルの質感の違いとかがあるんで、コレクション的には嬉しかったです。ということで今回はこの辺りで、いつもご覧いただいている方は本当に本当にありがとうございます。今回初めてご覧いただいた方はぜひとも今回チャンネル登録をしていただきまして、今後ともよろしくお願い申し上げます。ではまた、さよなら、バイバイ。はい、どうもおもチャンネルンです。今回はこちら、妖怪ウォッチの絆創膏3でございます。はい、こちらね、妖怪ウォッチの絆創膏なんですけども、初めてね、僕は大阪で見ましたね。これなんか地域ごとにね、なんか販売されてるみたいな話を聞いたことあるんですけども、それは本当かどうか僕実際のとこ知らないんですけども、まあ初めて関西地方で見たんで、買ってしまいました。ちなみにこちらね、コンビニセブンイレブンさんのレジの横にポンって置いてあったんで、ちょっとね、わかりにくかったんですけども、おぉ、あると思って、つい手に取ってしまいました。とりあえずザザッとパッケージ見ときましょうね。妖怪ウォッチということで、絆創膏5枚入ってます。で、デザインは全部で30種類ね。この絆創膏のデザインね。で、絆創膏3で、妖怪メダルは1枚入っとって全8種となっておりまして、ダーッと下がりまして、ジバニャンにウィスパーがおって、で、こんな感じで妖怪メダル、Z メダルか必殺メダル、